1900何年でしたっけ、56年から、大幅賃上げ、公害反対、環境保護というところのテーマで、お話をいただきます。緊急事態宣言、今日からまた発令されまして、大変嫌なシーズンがこれから始まります。また今日からえらい大変暑い日が続きそうなんですが、そんな中、勉強会においでいただきまして、どうもありがとうございます。毎回ですね、しゃべりすぎちゃって少しいつもしびれとも申し訳ないと思いますが、今日はできるだけ気をつけて、やるようにつけてございます。それで、早速ですけどね、ちょっと本題に入る前に自己宣伝をさせてください。皆さんの手元にですね、なんかスケジュールが書いてある、なんか私の変な写真が入った、なんかいつもこう写真を撮ったこともないんで、あまりこれパスポートかなんかの写真をいつも使うにはないんですけど、ここにちょっと私の経歴が書いてありますね。その一番最後に、令和共同ジャーナル基金を創設しておくことがあるんですが、その時の宣伝をさせていただきたいんですね。で、こういうことなんです。それにですね、一番後で詳しく簡単に言っておきますけど、詳しく知りたい方は後ろにこういうパワーがありますから、どうぞもし興味のある方は帰りでも持ってって読んでください。で、一言で言いますとね、こういうことなんです。皆さん非常にマスコミに対して批判が強いでしょ。なんか最近はマスゴミとかいう言葉もあって、僕は非常にそういう話を聞くと嫌な感じをするんですよね。マスコミに働いてたものとして、しかし一方でそこまでこう言われるようになってしまったら、そういう反省もあります。で、私は某弁護士でですね、ずっと30何年間教育者やっていたんですが、社会部というところにずっと飛んでいました。それで非常にまれなケースなんですけど、割合一つのテーマをですね、比較的長年にわたって社会学校でできたんですね。それでどういう問題だったかというと、平和、主に私いろんなことやりましたけどね、あらゆる取材しましたけど、主にその平和運動とですね、共同運動だったんですね。具体的には動きもありましたけど、説教を中心ですね。それでなんでそういうところの運動を中心にやったかというと、こういうことなんです。やっぱり新聞社やっててですね、一番大切なのは平和と共同ではないかというのに考えるようになってたんですね。で、戦争より平和を、やっぱり競争よりは連帯共同という、そういう考え方になっていたんですね。戦争よりは平和がいいだろう、あるべきだろう、平和だろう。それから世の中はもう、日本は簡単に競争社会ですけども、やっぱり競争よりはですね、みんなが助け合う共同連帯がね、やっぱり一番大切なんじゃないかということを考えるようになってきます。ですから、そういうことを、掲げた運動をですね、中心に行動してきたわけですね。しかし、この分野ほどですね、日本のマスコミで、マイナーな社会はないんですよね。私はここが一番報道で重要だと思って私は思うんだけど、大半の考え方はですね、これは一番マイナーな分野なんですね。もっともメディアがやらない、やろうともしない、やりたくもない、そういう分野なんですね。ですからやり手が育てない、いない、そういう世界なんですよね。で、なんかって言えばあまり言いたくないんですけど、こんなマイナーですからね、やっぱりみんな締め切りったら一番派手な分野をやりたいわけで、一番目立つ分野をやりたいわけで、それは当たり前ですね、報道、あったもんって。だからある時は、公害であったり、今日これから、ある時は労働運動であったりね、そういうことなんですね。だけど、これやりたくない。なぜならば、こんなことやったら出世できないからね、2人の人って、看護師なんか、偉くならないんですよ。そういうことがあって、やり手が少ない。だから、僕はその、大衆から一人でも多くね、日本で一人でも多く、テレビ、新聞の世界で、平和とか共同とか、そういうテーマをね、追いかける記者を
一人でも増やしたいという気持ちでこの基金を作ったんです。具体的に言ってもと、そういう分野で優れた仕事をやった記者を検証していこうと、表彰して激励していこうと、そういう基金ですね。で、そういう基金は日本でありません。誰も作らない、これからもできないです。しかもそれはこういうふうにやってみて分かったんですけど、平和と共存のために金出す人はほとんどいないですよ、日本人は。うまいお酒、うまい料理のためにはみんなお金を使う。だから平和のために金は出せない。連帯共存には金を出せない。こういうのが日本人の性格です。そういう中で、しかし、中にはやっぱりいるんですね。この分野に、やっぱり関心を持ってくださる方がいるんです。それで、その、肝心のメディアの世界は全然関心ないよね、私やってたけど。全然協力してくれない。頼んでもね。やっぱり普通の市民の人たちはね、やっぱりそれも無名の人たちですよね。有名人はダメですだけど無名の人たちがね、支えてくれて、この27年間続けてきました。それでもう200名近い方をですね、私たちは熱唱してきました。ささやかですけどね、本当に短い、少ないお金ですけど差し上げて激励をしてきました。しかしですね、お金がかかるんですね、このものには。ほとんどボランティアでやってるんですけど、最低限の金かかります。賞金が必要ですね、今ね。だから、事務所を借りたり、そういうことがある。やっぱりお金が、例えば800万ぐらいかかるわけですね、年間どうしてもね。だから、それをお金で集めなくちゃいけない。だから、なかなか大変です。で、特にコロナになっちゃったから、去年あたりから激減してましてね、僕は非常に最近、ちょっと憂鬱なんですね、今年どうしようかと。これ、毎年集めて、それで集まってる時だけやろうと、集まらなかったら解散という考え方なんで、そういうことで、今年はなんとまたやりたいと思ってます。ですから、皆さん、ぜひ、協力する方あったらお願いします。それで私なんかあんまり言いたくないんですけど、私たちがですね、で、できるだけこのローカルの方とか、ローカル市とか、ローカルテレビとか、大企業の新聞社とか、テレビ局はいいんですよね。そういうところで頑張ってる人たちを私たち探して、それで検証してるんですよね。それで、そういう人たちの中で、事前に優れた人がいる、地方にはね、ということが分かってきました。それで、私たちがちょっとそういう、こういうエールを送ったことをきっかけにですね、さらにいい仕事をしてる方が多いですね。だから非常に私たちのその基金の受賞をきっかけに大化けした人たちがいっぱいいます。これ読んでいただくと分かりますけど、ああ今日本で相当名だたる人たちが私たちからもね、まだ無名の頃にもらってるんですよ。そういうことをぜひ理解していただきたいなと思います。はい、ちょっと言います。はいはい、皆さんに言いたいんですけど、はい、私も長いこと、いやいや、この会ですけど、はい、つまり、ちょっと寄付すれば会員なんです。ちょっとでも寄付すれば会員で、ずっと前に年会費ないからね、年会費じゃないんです。で、カンパだけで毎年カンパしてるんですけど、その前は受賞式があったんで、それが楽しみで行ってたんです。そしてそこで受賞した方と直に話してお友達にもなれるし、それからそういう人たちがとっても喜ぶんですね。自分が仕事をしてきて一番嬉しい賞だって言って喜んでくださった方もいらっしゃって、私は本当に驚いたんです。で、本当にわずかなお金しかね、寄付してないのにこんなに喜びを分けてもらえていいのかなっていうような感じがしますので、もし志があったら、ぜひ今年も多分コロナなのでね、派手っていうか、そんな派手じゃないですよ。あそこの何だっけ、霞ヶ関の記者クラブかなんかで、ちょっと表彰、下の部屋で表彰してくるぐらいですからね。で、そういうの例えばこちらにね、推薦、私が推薦すればもしかしてなるかもしれない。で、私、お金払って寄付した人が推薦する権利もあるんです。ですから、私が活動しているところもいただきました。推薦したら。ですから、皆さんも頑張って、わずかでもいいので、この活動を支えていただければと思います。よろしくお願いします。はい。
あの皆さんここに見てるわけ、市民が選ぶ市民が来る日本版ピューリッツァ賞ってのは私どものあれなんですよね、大げさなんですけど、あの今言ったようにね、で今あなたって金田なんて推薦は自由ですから、あの海南なんてもそうですか、あらゆるあの推薦を全部受け付けます。それで全部それを公開して推薦者の名前も世間に公表しています。もちろん匿名でも構いません。だからあの市民が自分たちで選ぶということにしてますので、どうぞその点のご理解。実践もできるんですよ。え、実践もあれです。はい、じゃあ次に行きます。今日初めての方もおられると思うのでちょっと時間ください。前回2回やったんですけど、簡単にその、流れをですね申し上げておきたいと思います。今日はあのその延長線上になるのでちょっとそういうことやっておいてもいいと思います。前2回ではですね、1945年の日本敗戦から、その占領下のこれ6年間あったんですが、占領中 の世の社会運動がどういうものだったかということをですね、やって、その後1952年から日本は独立しましたね、占領下から。それからあのその後日本は独立するんですけど、すぐですね、あとに言いますけど、あの世の中が変わってしまってですね、社会運動も非常に変わっていくんですね。それを2回目でやりました。第1回 の、内容を一言で言ってしまえばですね、日本にあの進駐してきたあのアメリカ軍はですね、まあ、いわゆるアメリカ政府はですね、日本に対して徹底的にあの2つのことをやりました。非軍事化と民主化ですね。日本は徹底的にその、まあ、非軍事化、要するに軍備を持たせない、戦争をやらせない、軍備も持たせないという徹底的な非軍事化をやりました。それがあの日本国憲法に象徴されているような内容でございます。で、あの2番目はですね、民主化ですね。日本は今度専制国家でございましたから、あの天皇制国家で専制国家だったんですが、民主主義を、まあ、見つかせようということで、さまざまな政策を打ち出して、実施しました。その一つがやっぱりあの、この集会結社の自由ですね、それを、まあ、真っ先に、まあ、ウェブはやりましてですね、労働組合とかいろんなこの団体ですね、文化団体から含めて、最終的な運動、それをがあの自ら、団体を作ってですね、行動あの活動することを、選挙区は認めました。それをむしろ奨励をいたしました。その結果労働組合はですね、たくさんできて、労働運動が非常に盛んになっていたということです。で、あの政府の所の占領下の電話はですね、大変要はあの戦争の被害がまだなかなかあの残っておりましてですね、ほとんど破産国家でありましたし、通訳数の国民でございました。ですから初期の頃はですね、食料をなんと確保したい、食い物を確保したいという、そういう運動であったと思います。ですから球場前に30万50万という人たちが押しかけて、米をよこせと、食わせるものをよこせと、食料命令とかね、そういう形で大衆で行われました。要するにいかにして食っていくかということに基づく大衆的な運動であったと言っていいと思います。しかし、ちょうど3年くらい経つとですね、1945年からか世界情勢が変わりまして、日本に対して一緒に戦った、強大進歩国家であるソ連と、それからあのイラク民主主義国家のまあ、代表であるアメリカがですね、その時は日本をやっつけて一緒になって戦ったんですけど、日本が負けると同時にですね、両者は相容れない関係になって、非常にソ連と米国の対立が激しくなってきます。いわゆる米ソ冷戦という東西対立ですよね。日本もそれに巻き込まれまして、結果的にはアメリカ主導の下で単独行動が行われ、西側もまあ、一員ということに組み込まれてきました。そればかりでなくて、対ソ連に対する
つまり対共産主義に対する意思の共闘語としてですね、ようなの、まあ、その方向へ、まあなんかね、そういう方向にそのアメリカによって、おしゃられていったということだと思いますね。ですから日本列島は共産主義に対する防御点みたいなですね、そういう真空壕みたいなそういう存在になってきたわけでございます。したがって日米安保条約というものも結ばれてですね、日本はアメリカの軍事体制に組み込まれてしまいました。でそればかりでなくて日本全国でベトナム基地の設置やその拡張がですね、常時進みまして、それに対する反基地闘争、反アメリカ基地闘争が運動がですね、非常に各地で盛り上がっていったという、それが前回のまでの運動の流れだと思います。今日はですね、それでその、反ソ反軍事っていうんですかね、反米反軍国主義っていうようなことですかね、その象徴が、日米安保条約改定運動だったんですね。アメリカ日米安保安保条約の改定があったんですけども、それによって日本はさらに戦争に巻き込まれるんじゃないかと、そういう不安、それからこの安保改定条約がですね、とても非民主的なやり方で国会で、まあ、の承認され発行するという非常にひどい結果をたどるんですが、それが、まあ、民主主義を壊すものだと破壊するものだという市民的な抵抗も非常に大きくなりまして、最終的には大きな反対運動があったにもかかわらず、運動は、まあ、敗北をしてですね、その後未だにその日米安保条約が日本の根幹に座っているというそういう事態になっております。はい、今日はその続きになります。ちょっとその皆さん見てください、このレジュメをですね、差し上げたんですが、ちょっと出してみてください。第3回レジュメですね。これはセットになってまして、年表があります。毎回話を軽く進めるため、あるいは分かっていただくために年表をつけています。それで年表のところに非常に苦心するんですね。あまりたくさんの項目があって、どれを入れようか、どれを入れようか非常に悩むんですね。でもうちょっとこの3ページじゃなくて1ページか2ページぐらいにしようといつも苦心するんですが、今回も2ページ3ページになってしまいました。それで今日主にやるのはですね、60年代から70年代の半ばくらいまでやる予定なんですが、どうしてもですね、この長期間にわたると取り上げる辞書も多くなって、ついと抜け多くなってしまう。しかし削って削ってですね、私こういうのしてあります。どういうのをしてあるかというと、今日お話ししますからね、日本の高度経済成長を促したこう画期的なその法律とか出来事があるんですね。そういうものを落とさないように入れてあります。それからそれに応じてですね、社会運動の方も応用していくわけですが、そういうものを考える上でどういう分岐点とか転換点があったかというようなこともですね、考えながら最低限度のものをそこに入れています。それから残念なんですけど、今日公安でお話しする公害のことなんですね。で私公害の専門家でなくて、この分野だけ社会部で僕はやらなかったんですね。平和と共同がやってたんですけど、ですけどこれは当時やはり日本を揺るがした大変な出来事とか騒動でありまして、非常にこの多種多様な公害が日本全国にその発生してですね、それに対して非常にさまざまな多様な規模もまたいろいろ多様な
犯行が読んでが起きていったんですね。そういうことをですね、もうとてもあの、1日の2日で話しきれない、まして20分とか30分だよね。だから典型的なものだけをですね、あの拾い上げました。で、あの後で言いますけど、ここに挙げてますように、後で見てください。公害というのは、皆さん、この4大公害事件をやれば、ほぼまあこれでつけるわけですね。あの水俣と新潟水俣と遺体解病と都会伝説ですよね。これ4大公害訴訟というんですね。公害考えるとこの4つをほぼフォローすれば、ここにまだ5万あるんですけどね、後で言いますけど、ほぼまあ公害のことについてはフォローできると思うんですね。これを今日中心になってお話ししようと思います。でこのあの年表をちょっと見ていただいても分かるようにですね、誠にこの凄まじい公害がそれに伴う運動があったということがお分かりかと思います。はい、じゃあまた戻りましてこのレジュメの通りにやっていきましょう。前半は今の行動成長の話なんですね。公害を生んだ元をですねお話して、それから公害の内容に入りたいと思います。で普通ですね、あの日本で世間では常識的に戦後の日本の高度経済成長、まあ高度成長と言いますけど、それは大体あの60年頃からね始まったように常識になってるんですよね。これ後で話しますけど、60年が一つの転機になってるからなんですね。でしかし私は今日あの皆さん方にお渡ししてある年表はですね、もうちょっと遡って年表を作っておりますそれをお気づきになったと思うんですね。で私はあの1956年の、年表で見ればこの1956年のところなんですね、日本政府があの経済白書をこの頃も毎年出してるんですね。その時にあの7月に経済白書が出るんですけども、その時のまあ、経済学者の事実上のタイトルがもはや戦後ではないということなんですね。まあ、そういう記述があって、これはまあ非常に流行語にもなるくらい反響を呼んだんです。もはや戦後ではない。その背景にあるのはですね、この55年の下期から非常に日本経済が活気づいて景気が良くなるんですね。で、まあ、それを受けて、まあ、この経済学者が作られているわけですが、前は戦後ではないってどういうことかというと、日本はあの戦争をやって、非常にあの経済的にもちろん落ち込んでしまうわけですね。で非常にあのまあもちろん戦前築いた経済的な影響もですね、全部使い果たしちゃって、まあとんでもない貧乏な国家になってしまうわけですね。戦争に負けて戦争のと金使いますからね。それで非常に先ほど言いましたように大勢の人が戦後食えないようなね、餓死が出るような状況だったわけですよ。餓死ですよ、飯食えなくて死んだんですね。この前話しましたように佐賀とかまで死んだんですよ、あのエリア出張でね。そういう時代だったんです。ですが日本が急速に戦後経済を回復するんです。それは前回申し上げたように朝鮮戦争だったんですね。1950年朝鮮戦争の隣で戦争が起きて大変なことになったんですが、日本はそのおかげで大儲けをして、で非常にあの経済が復旧していくわけですね。戦前、ここに書いてあるのはもはや戦後ないはないとか、戦前を追い越したってことですよね。1950年戦争の関係どんどんまで起きたんですけど、戦争のそういう終戦後のひどい時期を追い越してですね、戦前並みをなっちゃったってことですね。戦前をまあ追い越したってことですけど、もはや戦後ではない。まあ、これはもう非常に日本は朝鮮戦争で突破したっていうんですかね、経済的には助かったわけですね。なぜならば米軍がここを基地にして、ね、朝鮮で戦争してたわけですから、日本で戦争するための物資を調達したわけですね。でたくさんの兵隊さん来て日本で金を落としてくれたわけなんで、非常にそれで日本は潤ったということです。そういう意識に日本人はほとんどありませんね。
で、それでその後ですね、どんどんあの景気が良くなってるんですが、これ僕は今度年表を作りながら監視しちゃったんですね、日本の役人の頭の良さってことがね、これね、もう最初の56年の時の景気がね、命名して事務景気って言うんですね。その次はね、こう59年にね、今度は世の中もう一度景気の山が来て、それ岩戸景気なんですね。これでね、2番目に行ってください。もう最後は1960年でイザナギ景気ってなんですね。これ考えてみると、全部神話でしょ。で、神武って事務天皇だよね。しかし岩戸っていうのは天照って大御神だよね。天照と御神がなんか気が悪くしちゃって岩戸が入っちゃって、それ出てきてくれて、手前でストリップをやったら出てきたっていう話でしょ。ね、そういうことですよね。それで、しかしどんどんこうイザナギって、イザナギミコとイザナギのこの中からそれちょっと神武からここで帰ってるわけだね。年齢時間的に言うとね、いやー役人の考え事面白いなと思ってね、神武から岩戸をいざなぎってこういうような言葉を使ってね、この景気を変動を表したというのはうまい表現だなと思いました。新聞記者はおまけですな、これ。そういうことで、まあ、とにかく56年からスタートをしたいと私はそういうふうに考えています。それで、まあ、これ見て作って思ったんですね。公害はですね、僕は60年頃からこの始まる本当に本格的な日本の高度成長の結果かと思ったらね、いや実はもうこの公害とよく見たら、もうこの60年前に始まってるんですね。これここに書いて、今日やることは56年に窒素の最初の患者が発見されるんです。発見とか女の子がですね、病院で窒素の病院でこう見つかるんですよね。これをもって水俣病というのはここから始まるんですね、56年から。だから水俣病というのはもう高度成長のその後の高度成長の結果ではなくて、その前からもしかするともう戦前からのね、そういう企業の活動に生じた公害がですね、もうずっと戦前からもう起きていたんだということはこれも分かりますよね。だから高度成長と、その高度成長はそれをさらに加速化した、あるいはもっと大規模化していった景気になったんじゃないか。高度成長から公害が始まったんじゃないか、公害は前からあったんだと。高度成長はそれにこうさらに輪をかけてこうね、言ったもんだっていう、そういう理解ができるんじゃないかっていう気がしてるんですね。これ最後に言いたいことなんですけど、これまあ言っちゃいました。要するにこのもう公害は60年前から始まってるってことですね。で、私ふっと思ってこれ入れたんですけどね、そういえば私58年は地方にいたんですけどね、これ非常に新聞で多く報道をされたんで私覚えてるんですよね。東京 の、 江戸川の下流で漁民がですね、工場に乱入した事件があったんですよ。僕は非常に覚えてまして、新聞でね、それでかく扱いだったから、何のことか分からなかった、何を思ってそんなことがあったんだろうって分からなかった当時の。でその後も考えもしなかったですね。なんでそんなことがあったんだって、こういう流れを持った時ようやく分かってきたわけですね。やっぱりこれ製紙工場なんですけどね、あとでまた製紙工場の公害についてまた言うことがありますけど、本州製紙の枝川工場のその排水が江戸川に流れて、それで漁民たちが困ってたんだね。それでこういう事件が起きてんだってことをようやく僕は理解できるんだ。だからこれもですね、60年前にもう公害がね発生したっていうのが出てきたんだって、これどこからも理解できると思います。はい、それでいよいよ60年を迎えるんですが、なぜ60年から高度成長が始まる一つのスタート点として、みんなが意識しているかというとですね、60年で結局前回やったように60年安保闘争、日米安保改定
阻止運動が負けましたね。あれが本当に転機だったんですね。それで岸内閣が退陣して、その後成立した池田隼人内閣がですね、ここに書いた60年の12月に新設を読んでください。文在年生池田内閣が国民所得倍増計画決定等の打ち出すんですね。これがいわゆる所得倍増計画のスタートなんですよ。でそこに、僕は年表を作りながら調べてみたんですが、簡単に言っちゃうと経済成長率を70年に2倍にするという目標なんですね。でこの時日本は、非常にさっき言ったように、経済はその活気が帯びてきたて、とてもまだまだそうこの高度な成長をしていなかったんですけど、この60年のこの決定によってですね、いわゆる高度経済成長が始まるわけなんです。でこの時の予定は 7.9% の経済成長率を図ろうという狙いですね。だから1970年の GNP を26兆円にしようというんですね。倍増しようというところを言うんですか、13兆円これだったことですかね、60年のそういうことです。それでいよいよ高度経済成長は始まります。そこをちょっと皆さん見てください。レジュメの方に戻って今言いましたね、所得制度で、その後日本政府はですね、歴代池田内閣の後も含めてですね、このあとずっといろんな経済成長をするための政策をですね、次から次を出していくわけですね。で私はこの1960年の農業基本法の非常に重要な一つの転換ですか、この非常にこの取り組まれたと思っているわけですね。これは一言で言ってしまうと、日本の農業は冷裁の農業だったんですね。持ち株があってもですね、非常に一方地面とか皆さんが持っても少なくて、それは小農だったんですが、農業生産の大規模化を図るというのは、その生産性上げるには農地を大規模化して、いや、ちとも農業の生産がありませんよね。だからまず生産規模を拡大するというのが打ち出されて、もう一つはですね、農村には当時もう人間が余り余ったんですね。もう余剰労働力が満タンと。なぜならば戦後海外から引き上げていた人全部地方で行ったわけですが、地方にはそんなに農地がなかったんですから、本当に仕事に敗れた労働力がですね、農村にもう余ってたんですね。でしかし農地を拡大しようとときに農地を分散していかれたんですね、それを分けるわけにいきませんので、結局彼らをいかに都会に、都会の方へ引き寄せてですね、これから各地で盛んにしようという産業ですね、工場のもう労働力で吸収できないものかという、そういう狙いだったと思うんですね。要するに60年頃よく今でもやってますね、田舎の中学の生徒が集団就職で列車に乗って東京に出かけて上野駅に着くシーンを未だにやってますね。あれですね、要するに農村に余った労働力をいかにして都会に吐き出させて、都会がそれを受け入れていかにこれをもって、工業の発展を図るかって、そういう政策だと。でしかも労働力を移動させるだけ、農地を保有できる面積を拡大するだけじゃなくて、
農業生産に向かって非常にあの財政投入してた政府予算はですね、非常にこれから以降どん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 あの生産拡大のために投入するんですね。だから農業協会は非常に農村を変えるということは裏表で、この紙の裏表で工業の発展にいかに農業をね、それに合わせてくれるか、そういう戦略だったと思いますね。で、これをですね、今裏返ししたような、今度、工業生産の生産をいかにするかっていう、そこの政策が次々に打ち出されていくんですよ。皆さん見てください。今でも僕はこの当時の日本人が湧き立ってる部分を思い出しますけど、新産業都市建設っていうのは日本中でブームになるんですよ。いいですか。これはどういうあれかというと、この新産業都市建設促進法っていうのは1960年に施行されて、それで日本全国のその15箇所をですね指定して、そこでその地域をですね第三の都市にしようって、いわゆる、工業生産、大規模工業生産を中心とする産業都市ですね、それを育成しようという政策でしたね。これ書いてあるとすごいですね。それでこれ見てると私の教理も入ってるんでね、松本スワットが入ってるんで驚きましたけど、北海道から九州までですか、こういう地域が指定されてるんですね。皆さんこれ見て、ああそういえば戦後工業都市になったのがここにあるなってことで思い当たるところはあるんじゃないですか。これ常磐というのは福島の今何ていう町ですかね、有名なのですね、ところです。これ、見ると延岡とか、それから高岡とか大牟田とか有明とか、非常に中海とかいろいろその後工業都市として、登場するのがここに出ていますね。でこれはその後ですね、追いかけるように工業整備特別地域っていうのが続けて、2年後に出るんですけど、これはね日本中が誘致にも狂ってたんですよね。自分たちのところしてほしいということで、これで非常にたくさん90何箇所がこう名乗り上げたとかなんか言われてるよね。そのうち15箇所だったんで非常に不安が出て、追加に指定したのはこの工業整備特別地域ってやつですね、準新産業都市ですね。これ6箇所だったんですね。これはしかも議員立法でできてるんですね。やっぱり地方の声を聞かざるを得なく、これね鹿島なんてここに出てくるんですね。鹿島って今この茨城の大きな工業都市ですね。それからずっと見て中南もそうですかね。これ徳山のあれですよね、コンビナートですよね。こう非常にこういうその大工業都市として、あられてきたところに都市がこれからで、これも後で言おうと思ったけど言いますと、この中でね東駿河湾のね住民運動でこれ返上してついに反対が成功した数少ないケースなんですね。これは沼津と三島なんですけど、中心がねそこが新産業都市の支点だったんですが、地元の行政は非常に大歓迎でそれに今従っていくんですけども、市民が空気と水が汚れるということで反対運動って大運動なんでね、これついに里闇になります。だから地産産業都市の建設で、運動で押し返したというのはあまりないんですけど、東駿河湾はその見事な典型的なケースなんじゃないかなと思っています。はい、そういう意味で非常にこの2つの法律がですね、大きな役割を果たして、日本はしっかり
農業国家から産業国家に、工業国家にですね、変貌してきます。それからこの年表をもう一つ見てください。見落としないのがね、年表でね、どうだったっけな、あれがあるんですね。この時期にここに書いてありますね、1962年ですか、全国総合開発計画なんで、これ第1、第2、第3であるんですけど、これも全国各地が引っ張りになって誘致をするんですよね。で、これはね、実は主体は電源開発ですね、要するに電力確保ですね。で、お願いしてしまえば川にダムを作って水力発電所を作るという、こういう大規模計画なんですね。これ全国で誘致があってですね、4各地これが盛んになります。各地にダムができるのはこのせいですね、全国と関係で。今これも見直しに入ってるんですけど、これによって非常に全力、要するに工業都市を作るには電力がなければできないんで、当然の手段なんですけど、これによって水力発電所が各地にどん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 できていたことをご理解ください。だからこれがあったからこそ、その電力を使った工業都市が、成立して、整備されていったと、そういう流れですよね。後で自分 の経験を届いて言おうと思ったんですけど、これ言っちゃいましょうかね。私最初の船長盛岡だったんですよね、1958年にね。それで非常に2年から3年いたんですけどね、記憶に残ってるのはですね、北上川ですね、こう岩手県を昨日から仙台に向けて北上川だったんですけど、それの主流と支流にですね、いくつもその発電所計画があったんですね。でそれで、もう少ないやつは発電所の建設に着手されたものがあって、非常にニュースになってたことを覚えています。でこれももうほとんど途中でダメになっちゃった結果もあるし、作ったけれどもあまり大した効果を発揮しなかったともあって、あまり成功したとは言い難いですが、この頃その岩手でもですね、川をせき止めて水力発電所を作る計画がですね、進んでたことを申し上げていきたいと思います。はい。それでいよいよその高度成長はどんなものだったかということをちょっと結果的に申し上げますとですね、1970年にその目標を達成したんですね。中央企業を周期し引き上げてた後でやりますから、その前の青いあれで経済成長率の推移というのがありますね。で経済成長率ですね、経済成長率というか GNP、 今 GDP と言いますけど、国民総生産ですか、昔の国民総生産は GNP ですけど、それの伸びてくるのが経済成長率と言われてるんですが、その前年度1年ごとにこう成長率を書いてみてください。これ午前は改めてびっくりしちゃったんですけどね、1960年から字が小さいですけど、ちょっと見てください。これ一番強いのは1970、ちょっとこれからいきましょう。これ1973年を落ち込んでますね、マイナスになってます。これは後で話せるとオイルショックまでなんですね。で経済成長は非常に60年以降
急速に伸びていったことを冒頭申し上げましたが、その通りで、僕は経済成長、高度成長というのは30年だと見てるんですけど、大体1990年に後でやりますけど、まあ、バブルの崩壊で高度成長はあるんですね。だから30年間も続いたんですよ、60年から数えて。それで実に長い、高い、この高度な成長が続いたんですけど、よく見るとですね、その73年にへこむまではですね、非常に高い、ものすごく 12% ですね、年間 12% すごいですね、1割以上 の成長率なんですよ。で、73年にオイルショックがあってマイナスになったんですね。これ後でやりますけど、で日本経済は一旦ことでどん底に落ちるんですけど、また持ち直して、それでもまあまあ世界的に見ますね、高度のそれなりの成長したのが73年以降だと思いますね。それでもう1990年になるとですね、もうガタンと減ってマイナスになってきますね。だからもうこの、12% のというような高度な成長をやってたのがオイルショックでマイナスになって、しかしすぐ盛り返してポリティブルと 4% くらい戻して、カンカンやってまず落ちてこって 2% まで行く、これあるんだけど、また戻って6%台が続きますよね。だから非常に日本はここまでは好調なんですね、経済成長を、まあ、示したんだと思います。で残念ながら90年でおらずとなって、その後は今不況のその不況のあれがですね、ずっともうまた30年も続いているというこういうことですね。それで高度成長、ここに書いてあるレジュメ書いてあるけど、ピークは1972年で、翌73のオイルショックで機械に下降をたどっていくということで、それでも世界的な高度成長で世界の中心と書いてあります。で念のために言ってますとですね、1968年に GNP、 当時 GNP ですね、今 GDP ですけど、世界第2位になるのが1968年なんですね。だからそれまではとても日本は良かったんですけど、この直前に1967年頃がイギリスを抜いて第3位になるのかな、ですぐ英国を抜いて第2位になるという、こういうここからは高度の成長を遂げたわけですね。まあ非常に目覚ましいというか、全く驚くような高度成長だと思います。それでちょっとその点で書いておきました、それは一つの世界の注目の的だったんで、1979年にはね、ジャパンナンバーワンが出展されて、日本で70万部も出たんですね。出展するんです。だからこれも落ち目だったんですけどね、翌年にはオイルショック、最後の頭なんですが、1989年、バブル崩壊の前の年ですね、本当に三菱地所がニューヨーク のロックフェラーセンターを買収して世界的な話題になるんですね。でそれ以外にも日本の不動産企業が、まあ、ニューヨーク そのビルをね、非常に高いビルを買収するということで、この時期大変話題になって、日本経済の対する賞賛がですね、こう非常に寄せられた、のがこの時期です。今から見ると今のような時期ですね。もちろん三菱市はその後ロックフェラーセンターやとは手放しております。とても、そういうような状況ではなくなっております、日本企業。はい、それでまあ、そういう大変
高度な成長を遂げたということですね。でこれ私の、まあ、社会の記者なんでついこう数字よりはですね、なんか自分の経験を通じてこうもっと風俗的にいつも社会をこの描くんですけどね、この高度成長の30年間を通じて非常に忘れられない、シーンなり出来事がいっぱいあります。一つはですね、あれ何年頃だったんですかね、1970年何年前後に王猛烈っていうのがあったんだよね。皆さん覚えてますか？テレビコマーシャルでアルデン石油が火薬艦のガソリンを開発して非常に自動車マイカーを持った人たちに喜ばれたんですね。呼ばれて買われたんですね。それでそのテレビコマーシャルが非常にヒットしたんですが、小川亮太という、ファッションのモデルでしたかね。彼女はそのミニスカートを履いて車のそばに立ってたらですね、風が一陣の風が吹いてきて、彼女はそのミニスカートがパッとまぶれ上がって、あられもない姿になるんですが、それで王猛烈って彼女やっていたのが消えるのがあれでしたね。それ僕は非常にこの時期の高度成長時代のなんか世相を表すのです。今でも忘れないんですね。それから僕自身のあれで言うとね、僕は60年から70年ずっと社会の記者で成長を見たけどね、人間を街頭で見てきたんだけどね、一言言うとね、目がつり上がってね、人間の街で会う人がね、特に80年代そんなの感じたね。目はみんな血走ってね、こうなった。それだけね、みんな金持ちにね、日本中がもう本当に血なまこになってたんだね。あ、金もかなっていうか、高度成長でした。もう目がね、こう、キツの目をこそ見てる、目がみんな、キツネがこうなって、目が、そういう顔が引きつってたよね。あれはだから高度成長を見てた日本国民の気持ちだと、私は思うんですね。それからね、忘れられないのはね、私の運動家としない方で、1982年にね、ニューヨークで国連の中東国際総会だったんですね。国際会議ですよね、国連の中東。そこにね、日本からね、原子爆禁止だった一般の人がね、それ見に行こうってね、行ったんですよね、ニューヨークで。ジャンボ2台借り切って。1200人も行ったんですね。ちょっと、考えないね、僕もその一員として行ったんだけど、いや、なんか、なんで日本人はこんなにも金持ちだろうと思って、僕は、その時ね、びっくりしたよね。そういう時代だったですね。普通の人がジャンプから行って、ニューヨークまで、日本に行ったって、そういう時代ですよ。それが、やっぱり、この、高度成長時代の一つの、こう、風景かなっていう感じをしていますね。まあ、これからもう一つ言います。1962年ですかね。当時、佐藤内閣の経済、通産大臣の、ね、今の経産省ですね、田中角栄だったんですね。彼が日本列島改造論というのを出して出たそれなんですね。これだから60年に社会改造計画が出て、すぐ2年後にこの内閣、池田内閣のその、あれですね、通産大臣やったその田中角栄が日本列島改造論、これがやっぱり日本のその、やっぱりなんか、その当時の風潮っていうか、よく表してると思うんですよ。それで、事実すればそういうことに基づいて、非常に全国で、建設場っていうか、道路、港湾、当時、外国投資をして、日本列島の改造をやるわけですね、道路、高速道路。そういう、ことがありました。だから非常に忘れられないエピソードですね。それからもう一つこの通りのことを説を表すものとして言ってください。私なんていうかな、
れが来たからもうあれにしよう。またかかってまた後で言ったら話します。いや、はい、わかりました。そういうことで、高度成長が成し遂げられたと。で、今言いましたようにですね、改めて調べたらこういうことなんですね。さっき池田内閣が言ったショートライズ計画って言いました。その時にGNP を、10年後には2倍にするということをさっき言いましたね。すごく実際に調べてみたわけですね。この GDP の、 この成長ね、変化をね。そしたらね、1960年の時のね、その GDP がね、GNP やね、当時はね、これ GNP 換算してあるのかな、僕も調べたのは。別にね、その時にね、17兆円なんですね。これ、どっかで持ってもらったけど、調べた、いわゆる政府なりの、その、しかるべきところの統計から取ってきたんですけど、1970年にはですね、なんと77兆円なんですね。いいですか。本当ね、池田内蔵内閣は2倍を考えたんだけど、実際は実績はね、4.5 倍なんですね。これ見て驚いちゃったね。やっぱそのくらい凄まじい成長だったんですね。もう池田内閣の思惑をはるかに超えちゃった。 4.5 倍ですよね。はい、しかし皆さん、今日本の GDP はまあいくらかと思いますか。大体今年間5兆ですって言われてます。5兆ですよ。だからこの1970年から比べたらまた桁違いに日本は経済規模が大きくなってるんですね。まあ、そういうことです。で、それに対して運動がどう対応するかとちょっとやらせていただきたい。それはですね、今言ったように大幅賃上げを、その労働運動の対応ですね。それをまあやっておきましょう。こんなに猛スピードで経済成長がな、こんな、まあ進んだってことは、逆に言うとですね、これだけ政府によって、財政投融資が盛んになり、まあ、予算が投じられ、経済成長のために、それで、企業の資金を潤沢するために金融緩和をしてですね、どんどんその銀行が金を貸すと、こういうことがどんどん進んでいくわけですね。そうなれば結果はないか。インフレですよね。インフレなんですね。物価上がるってこと。それで、その結果、勤労者の給料はそれに応じて上がらざるを得ない。上げなくてやっていけないので、労働組合としてはですね、闘争の主目標が賃上げ闘争になるんですね。で、正規はここに年表に書いてきました。最初に正規は55年にですね、春闘っていうのがスタートするんですね。いいですか。春闘っていうのは春季闘争 の略語なんですね。春季闘争、春季賃上げ、闘争のことなんですけど、なんで春季賃上げですと、企業の会計年度が4月ですので、いわゆる予算が4月ですから、賃上げは春にしなくちゃいけないんです。秋にやるわけじゃないですね。だから、毎年3月から4月にかけて、労働組合は会社に賃上げを要求したわけですね。個別に、これだけ上げてくれっていう、労働組合の一番大きな仕事だったわけです。しかし、これうまいこと言うんですね。当時の五家老連の議員長やったと思うんですけど、でその後総評の議長なんかやった人で、大田薫って人がいたんですね。で、大田薫はね、こういうこと言ったんですね。一人だとその、なんていうかね、一人から弱いからね、怖いからか、一人から怖いから、お手手つないでってことだったんで、だから、一社で賃上げするの、とてもしんどいからね、敵は非常に強固なわけですから、長官側は、経営側は。だからみんなで、こっちの働く側の方もお手手つないでですね、一緒に賃上げ闘争をやろうじゃないか、こういう発想ですね。それで、
一社一社別々にやるじゃなくて、こう3列でね、あの金額は金額、あの電力は電力、炭鉱は炭鉱、それから化学産業は化学産業で、一社だけじゃなくて、その3列でまとまって共通の額の供給を出して交渉しようと、こういうスタイルがここで生まれるんですね。これが春季闘争なんですね。この時は官労指定総連、連産五課労連の民間八三さんがですね、あのやったんですが、そのうち総評加盟の人たちがほとんどこの春季闘争参加するようになっていきます。春闘って言うんですね。で、これがあの大体毎年あの統一要求を出すわけですね。何パーセントあるの、何やん、それで勝った負けたになるわけです。これも面白いですね。春闘ってね、大体あの社会部というのはあのストの時は社会部の担当なんですね。で、交渉というのは、ね、政治部なんですね。だから面白いでしょう。ね、そのこの国会なんかの国会の中は国会でまだあの政治部、国会の外の運動は社会部こういう担当ですから、だから分かれちゃう、分かれてるわけですね。で、その中央委で中央労働委員会というのがあって採決するんですけど、まあ労使が交渉するわけですけどね、施設総連というのは暁の脱走ってやつやるわけです。暁の脱走って分かりますか皆さん。要するにね、始発から人をやるんで構えるんですよね。施設総連ですよ。だから、ね、施設の出すでしょ。本当もう最後は100円200円の上げるか下げるかの交渉なんですよね。1200円ですとか1300円とか、今で言えば1枚なのね、100円の、そういう交渉になるんですね。で、大体始発人ってやつ、始発最初の5時かと4時からね、大体1時間か2時間やるわけですね。で、社会部はストに入ったかどうかが勝負の分かれ目なんですけどね、どっちが早く打つかって、そういう競争ですよ、新聞社の競争とね。ストに入ったかどうかね、テレビだってそうだと思います。入ったかどうか、もう1秒でも勝ったのは勝ちなんです、新聞の競争、テレビってね。だからもうずっと詰めてるわけです、交渉の場にね。それでストライクするにはこう電話かけて、入ったぞってやれば下を待ってて、そういう新聞を作るわけですね。まあそういう農地からそういう勝負だったわけです。で、大体ストと潰して1時間ぐらい切り上げるから暁の脱走だよね、まあ、そういう言葉を生まれたぐらいで、施設総連とはもっとそういう闘争だったことを今申し上げました。はい、それでこの賃上げがねすごいですよ。もう一つ皆さん見てください。もうこれ見てください。これ独立行政法人労働者ですから、まあ、政府取り消えですね。これね、主要企業春季賃上げ率っていうのもですね、主要企業ですから大手の金持ちの企業と思ってください。中小企業はあんまり入ってないかもしれない。で、春闘で何パーセントって新聞発表になるのはあれ平均ですからね。だけどやっぱ大手はそれに上乗せがあってちょっと高くなるんですけども、あとで言おうと思ったんですけど、最近皆さん賃上げって言うと労働組合があって政府がやってるんですよ、うん、政府が企業にお願いして賃上げしてるんです。もう労働組合は賃上げとってやらなくなっちゃったから、そんなこと言っちゃまずいですかね。それが現状です。当時はしかしもう労働組合はすごく力でこれやったんです。ストライキもやりましたね。それでね、これいいですか、ここは赤線を引いておきましたけどね、1975年 32.9% の賃上げしてるんですね。3割ですよ、インフレ時代ですね。これこの時期後で言おうと思ったけど、狂乱物価っていう言葉があったんですね、この当時ね。オイルショックの頃ね、もうどんどん後で言おうと思ったけど、トイレットペーパーとかね、あれがなくなっちゃったんですよ。っていうの、州がスーパーに殺到してですね、そんなマスクなんてもじゃなかったですね。マスクもそういう傾向あったけど、このコロナになってからね、もうトイレットペーパーを買
買うのに大変だったんですよ、あの家庭の衆は。そのぐらいで、なんか石油で製品が来なくなったからね。で、石油があの、オイルショックだったら石油のが来なくなったんで、値段がうんと上がったんですよ。それで、物事を、ね、あの世の中 の, あの商品の値段が全部上がっちゃって、それで、どん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 、それに応じて、労働組合の値上げ率も止まってて、32.9% の給料が上がったってすごいです。3割も上がったなんてすごいですね。最近大体 1、2% でしょ、賃上げね。あるの信じられないくらいだから。これで見てください。いや、高度成長の時代はですね、もうこの、これで60年の時は 6% ぐらいだよね、これね。どんどん 10% 超えて、15% 超えて、1975年32で 9% です。それでオイルショックが終わるとまたぐっとも血合いは下がっちゃって、ずっと今は、特に1997年というのは皆さん多いですけど、1997年というのはですね、非常にあの、この年からね、非常にあの、日本のあの労働者はあの、ちっとも生活は上がらないと思うんですね。あの非常に、あらゆる面でこの生活が厳しくなっているラーメンなんですね。で、賃上げ率もどんどん少なくなってきてます。今 2% ですね。これ主要企業賃上げだから高いんだけど、今 2% もいってないでしょ、あの賃上げ率ね。やっぱこれで見て1970年頃からぐーっと低下してますね、ちなみに。はい、そういうことです。それであの労働組合はあの一生懸命賃上げ投資をやって、高い賃上げを勝ち取ったということです。この時代はですね、それからもう一つあの言っておかなきゃいけないことがあります。あのそれは1960年の安保闘争と絡んできます。あの時は60年というのは日米安保条約をめぐって大きな対立がありましたね。あの政府と日本の労働組合プラス市民のですね、解決するかどうか。もう一つはですね、ものすごいあの日本で大きな対立があった年なんですね。それはあのその三井三池の葬儀なんですね。実は別なあの言い方で言いますと、ちょうどその戦後あのエネルギー革命があって、皆さんは戦前からまあずっと日本のエネルギーの中心は石炭だったんですね。石炭が日本の経済なんで、日本の国を支えていたわけです。エネルギーの根幹ですから。だけどそのエネルギーが石油にとって変わられていくわけですね、戦後ね。で結局炭鉱は潰れて今日本で一つと二つあるんですかね、出る影もない。であの電力が電気があのエネルギーの下地になって主流になっていくわけですね。今それに変わって、まあ、いい割合を見せて原子力エネルギーとかあのもっとその太陽光とかの空力とか別な自然エネルギーが出てきてはいますけど、少なくとも戦後は石炭がまあ主だったので、石炭こそまあ生きる元のものだったかもしれませんね。で炭鉱がまあ各地にあって、北海道と九州にあって中心ね。で炭鉱の人は22万人もいたんですね。でそれがもう今は炭鉱労働者なくて、炭鉱ってないです。炭鉱労働、炭鉱、日本炭鉱労働組合です。で非常に大きな労働組合だったんですけど、戦後その石炭産業社用になり、電力にとって変わってくる。炭鉱は潰れていくので、本当はあの炭鉱は潰れていくんですね。それに対して炭鉱労働者は抵抗するわけですよ。その天皇団というのがこの三井三池だったんですね。で三井三池というのは日本最大の炭鉱ですし、もともその三井ですか、財閥が経営してた炭鉱ですよね。で大牟田に三井三池という鉱山があったわけです。で、あの
あの三井炭鉱の労働者って何万人くらいいたんですけど、一番大手の三井三井にはですね、1万5000人くらいいたんですね。しかしその会社が合理化を打ち出して、もう炭鉱がもう潰れていくわけですからね。で人生が始めるわけですよね。で、この1959年の暮れでしたけど、炭鉱1960年の後の年の毎日にその1万6000人抜いたうちの、あ、1万5000人ですか、4000人くらいですかね、解雇の通知をするわけですね。これゲーですよね。それで一部は辞めていくんですけど、結局1238人ですか、まあ、や退職を拒否したために指名解雇するわけですね。それが三井民経装備の発端です。それで組合は1万5000人くらいいたんですけども、会社側が葬儀やるとロックアウトするものですが、対抗して部品輸送でやるんですね。結局1日なんかやるわけですけど、簡単に言ってしまいますと負けるんですね、組合がね。で葬儀はこれを全面的に支援して、全国ホールも出し、可能なものと使って金を6億円使ったと言われてですね、全国に30万人ものホルゴを出して、これを支援して、感動はロックアウトされて、ですから給料が出ないんで、利益の組合の その給料代わりにカンパをして、彼らを養うわけですね。そのこともやってたんですけど、これ、負けました。で当時、総労働と総資本の対決だったんですね。日本の総労働と総資本の対決だった。一方で、安保で労働組合と政府は、議事堂でぶつかって対決し、熊本の大牟田では労働組合が首切りを持って対決する、こういうちょうど同じ時期にですね、構図だったんです。結局は十郎井の斡旋が、十郎井の斡旋が会社側のほとんど身分を飲んで負けるわけですね。そういうことで労働の民主の敗北に終わった葬儀です。そういう意味で、この高度成長期の労働組合、労働組合にとってはですね、一つの大きな引上げ闘争となって、これに大きな、前進を見せたけれどもですね、一方でその一番大切な組合員のこれを守ると、権利を守るということではね、大きな後退をせざる、こういうのがこの時代の労働部の実態、そば的な実態であります。そういうことで、あと公害に入りますから、これで休みますか、はい、それでちょっと皆さん方にね、その時期に見てもらいたいのがあります。今言ったようにね、これはだいぶ持ってくるとなるんだと思ったら、コンパクトだと思って、こういう今三井民経葬儀についてはですね、2003年にここ、やっぱりこうしたちいるんですよね。同時社員からの社長や川上君なんかの中心になってやったんだと思うんだけど、三重家のこの解雇してこういうカレンダー作ってですね、当時の写真をこの後ろってるんですね。で僕が見てもらいたいのはね、この2ページなんですね。時間があったらこうやってここに葬儀の全てが書かれてる、全身がね。あんまり見てもらえない、これすごいんですね。結局1万5千人の組合がね、やっぱ必ずこういうのはね、皆さん多いですし、必ず割れるんですよね。こっちから見れば裏切り、もう2個から見れば何て言ったらいいのかな、再計画とかね、要するに組合が分裂させられちゃう、僕はさせられたって言ってます、会社がやったんだと思うんですね。やっぱり3分の1は新組合に行っちゃう、大組合に。で結局そういう人たちは就労しようするわけですね。仕事、会社はそれをしよう、両方で乱闘騒ぎになるんでね、対決するわけです。海上合戦もあるんですね、海の上でも。結局ここにね、
暴力団が参加してきて組合を殺しちゃうんですね、刺し殺しちゃう、そういう事件があります。これぜひ見てください。あとでそれからあの公害にこれからありますけどね、こういうの見てください。これ朝日薬局のこれ当時出してる、今出てる、もう取っといてよかった。これね、公害列島の、ね、図なんですよ。これ日本全国でどこでどういう公害が起きたか、これすごいでしょ。すごいです、北海道から九州まで、うん、ぴったりだよね。公害のない県ない、これ見ると、うん、これもあのそこ置いておきますから見てください。で、あとはね、まああのこれ見てくださいよね、あの水俣病ね、それからね、これも見てくださいね。あ、これこれも見てもらおうかね。あ、これだ、これ公害ですね。公害のあのいろんな点があったということで、これはこれは本格見てください。はい、それからね、あの後で言いますけどね、今日これだけ持ってきたんですけどね、水俣病をやるんだったらこの人が出ちゃいけない人ですよね。もうこの一冊読めばもういいですよね。あの区会上これちゃんとこういう文庫本で読めますから、これあの読むのが全部だったら僕はこう言ってみました。この一章だけ読んでください。そうすればもう分かります。水俣病がどのんだったら、僕はあの下根道子っていうのは作家なんですけどね、この人運動家でもあったんだけどね、感じ集めてこうね運動やってるんだと思ってね、それもそういうけど、やっぱりこれを読むとね、この人はやっぱり神から使わされたあの御子だと思うんですね。神がねこの人の体を変えてね、患者がね耐えてるんですよ。あの天の声ですね、天に昇った患者の死んだね、これがここにモノローグで記録されています。これもね、すごい本ですね。痛い痛いと言われますけど、痛い痛いと言われたら本当に聞くだけで痛い痛くなるんですけどね、あのやっぱりあの最近去年書けた本で、ね、痛い痛いと別の角度からこれと結びつけてね、これと結びつけることはほとんどないんですよね。どんな痛い痛い本当にこれと結びつけてるってことで非常にすごい本だと思いますね。この本なら見てください。今ちょっと聞いていただいたので、なんかちょっとふわっとこう気がついたんですがね、なんかもういやこれが言えばよかったかなっていうようなことはちょっとあってね、あの訂正とかの言わせてください。あのさっきね、日本列島海上論のことをあの、田中家のこと言ったんだけど、僕年代間違えたような気がして、年表を見るとあれですよね、1972年ですね、どうも失礼しました、60年代の話じゃなくて70年代になってたなんですね。72年に彼が発表したんです。だから佐藤内閣ですね、佐藤内閣の中枢としてで、その後彼はすぐあの首相なんですね、あのいわゆる争いがあってね、だからちょうどあのこれからすぐ首相になったわけですから、自らあの日本列島海上の、まあ、主導するというそういう結果をたどってたんですね。でそのことどうもちょっと年代を間違えて申し訳すいませんでした。それからこれもあのやっぱり分かりやすくいうことで申し上げておきたいですね。このレジュメに書いてきましたけど、あの庶民生活から見たこの、高度成長期のこの生活変化っていうのをね、やっぱり抑えていきたいと思うんですよね。あの単なる経験なくなって
皆さん懐が豊かになったというだけではなくて、またそのことがどういう結果になったかというと、やっぱりみんな快適な生活を、まあ、どうぞようになるんですね。懐が豊かになれば、だからそれをこの家電である電気器具ですね、それの変化を通じて、あの当時のことを変化を見てみたいんですね。これはまあよくやられる比較なんですけども、その高度成長によって空前のその電化ブームっていうのが日本の国民生活にやってきたってことなんですね。でここに書いておきましたように、1954年、そろそろもう景気が良くなってきた頃のみんなの願いはですね、夢は三種の神器っていうのがあって3つだったんですね。白黒テレビ、電気洗濯機、冷蔵庫と。これをなんとかこう家庭に持ちたいというのが庶民の夢でした。これが1960年代になりますと、かなりその高度成長が非常に乗ってきて、まあ、景気も本格的になってきた時はですね、新三種の神器が登場するんですね。それは 3C と言われたんです。そうね、カー、自動車、カラーテレビ、クーラーと、こういうことなんですね。最近は何ですかね、最近の三種の神器はないですか？ないですか今？スマホですか？スマホに持っちゃったね。家ですな。家はあんまり持ちたい。持たいもない。あ、そうですか。じゃあまあなくなったってことですか。はい、わかりました。それからですね、僕はこれも面白いと思うんですけど、世界に関するその自分はどの程度のそのランクかという世の中のそういう国民意識調査ってなんですよね。自分でどう思ってるかと、自分のその生活程度をね、これは国民生活センターとかの国のなんかそういう機関で毎年か何年かでやってるんだけどね、そこでこういう統計がありましたよね。なんかね、それ調べてみたら1970年代以降はですね、自らの生活を中流と考える人が 90% を占めてるんですね。でこれ中流でも中流の下というのがあるんですけど、なんかそれを合わせたのがこの 90% なんですけどね。いや、どっちかというと中流の中以上のという数えた人が多かったりとか記憶してるんですよね。だから自分が中流だとそれが9割ってすごいですよね。今はもうそういうあれないんじゃないですかね。今はもう格差が、経済格差が進んで自分を中流上流と思ってる人はどのくらいいますかね。1億総中流ではないと思います。まあ、そういうようなことでこういうのを考えると、当時いかにこういう高度成長がですね、国民の意識をこうにも反映したかということがお分かりだと思います。はい、それからこれはぜひ言っとかなくちゃいけないですね。何でもじゃあこういう日本の高度成長を世界にも我々にですねもたらしたんだろうかということですね。それはいろんな分析の仕方があると思うんですね。だけど僕はこういうことを言う人がいるんで、大体、私もそれに近いんですよね。日本のその労働働く中に一つこう何て言うかな、規範というか制度というかそのしきたりというか、そういうものがあって、それが反映したんじゃないかというんですね。それはどういうことかというと、三原則なんですね。年功序列と終身雇用と企業内組合、この3つがですね、日本のこの高度成長、企業活動を非常に安定化させ、それから発展させ、長く続けさせたその原因じゃないかと指摘する人がいるんですね。そういう見方が昔からあるんですね。僕はもうそれに我々近いんじゃないかなと思っています。要するに年功序列、昔は今と違ってですね、一旦就職しちゃうとですね、終身雇用で
定年まで、昔は55でしたね、55までは、働いて働かなくてもですね、企業は、置いてくれたんですね、労働のことはない限り、ひどいことをしない限り、身分は安定していたと思いますね、終身雇用。それからもう一つはね、年功序列ですね、なんとなくね、何もしなくても、年取ればですね、それなりの、ふさわしいですね、給料が保障されていたと思うんですね。あまり働かせてですね、こう競争させて、その給料をこう差をつけるっていうようなことはあまりなかった。いや全然なかったってわけじゃないですけど、こう一定の生活給と称してですね、生活給これだけ必要だってことで最低限のものは保障して、その上にまあ成果主義が若干あって、それにこうプラスアルファしてよく働いた人は少し余計やりますよと、ボーナス余計始めますよと、そういう形で差をつけていたと思うんですね。だけど基本的に働いても働かなくてもですね、生活給とか形で生活が保障されているようなものですね、世の企業というのは。だからそれに安住してはですね、あまりアクセスしないでもその生活ができた。まして国がないですから、55まではね、安定して生活できた。だから一応働いたんですね、一生懸命会社のためにということで。それからやっぱりもう一つは企業内組合だったと思うんですね。外国っていうのは労働組合とか産業物ですから、横断的なんですね。各会社だけで労働組合を作るんじゃなくて、やっぱり鉄鋼なら鉄鋼と組合、労働者が集まって一つの企業を超えた労働組合を作るわけですけど、それが普通ですよね。だけど日本は何々会社、何々工業、何々会社、全部違うわけね。ほんとお家大臣、企業大臣ですよね。やっぱりその労使協調になってくわけですね。対立しない、力を合わせようと。で徹底的に戦わない労働組合は、まあ、そういう風土になってたと思うんですね。それは今でも引き継いでますよね。世界の労働組合の中で日本の労働組合運動とは違うんじゃないですかね。なあなあ主義ですよね、まあ、悪く言えばなり合い、よく言えば、まあ、なんちゅうかな、なんて言ったら助け、よく助け合ったんですかね、協調ですね。そういうことが忘れられてたんじゃないかなと思います。でこれが結局皆さん分かるように、この高度成長も終わったときはそれ許されたけど、終わって不況の時代になって、で特にその小泉内閣以降 その新自由主義政策、新自由主義経済を推進する経済政策になっていったときあたりから、競争主義、成果主義、そういうものが導入されて、要するにアメリカ的、いわゆる欧米的な労使関係になってくるわけですね。でどんどん働き方によって賃金も格差をつける、たすら国税金、そういうような形で経済合理主義がどんどん進むわけですね。でそれの仕上げというか、まあ、アベノミクスの時代だったと思うんですね。小泉内閣も受け継いでます。それで企業の中に分断が生まれ、やっぱし格差が生まれ、非正規労働者が生まれ、今勤労者の4割がまた非正規になってますからね、えらい時代ですよね。で200万円年収で人がかなりいるという時代になってしまいました。それでやっぱりそうした方が経済成長が見込めると政府や経済界がやったんでしょうけど、どうでしょうかこの結果は。はい、さてもじゃあ後半に入ります。今日のハイライトになるわけですが、公害の問題ですね。それで60年を起点として高度の成長がもたらされるんですが、それに応じてこれが日本にとっては光とすればですね、それのちょうど裏側の闇がですね、どんどん濃くなっていったというのがこの時代の
理想じゃないでしょうか。だからその光でだけで終わることはないんで、物事ってのは必ずの裏側の闇があるわけで、この経済の問題もそういう経過をたどってもらえるかなと私は考えています。で、その闇というのはですね、別の言葉で言えば凄まじい公害がですね、生じてひどいその被害をですね、日本の国民にもたらしたということです。で、このレジュメの2枚目を見てください。公害に蝕まれた日本列島、さっきのこれですよね。これは蝕まれる日本列島っていうのがあれがついてますけど、目を見張るような公害列島ですよね。で、その公害、この場合公害、キムがもたらした被害なんですが、公害、なんで公の配当したのか僕は分からないんですけど、公害ですね、私的な被害じゃないから公害としたんだろうけど、これはどうなのかということを押さえておいた方がいいと思いますね。で、そこに書いておきましたけどね、公害というのはですね、ちゃんと規定があるんですね。で、公害基本法というのは、これ公害基本法って後で言いますけど、当時できたんですけど、画期的なこれですけど、今それはなくて、環境基本法ってことに1993年に変わってますけどね、まあ、元は公害基本法、そこに公害の定義があるんですね。それは7つあるんです。大気汚染、水質汚染、土壌汚染、地盤沈下、騒音、それから振動、悪臭と、それだけ7つですよ。で、僕はそれにちょっと自然破壊って加えておきましたけど、法律上は7つです。大気汚染、水質汚染、土壌汚染、地盤沈下、騒音、振動、悪臭と。だからこれ、もうこれ説明どういうものかってことをすぐ皆さんイメージが湧くと思うんですよね。で、やっぱりいずれも企業の企業活動によってもたらされた現象なんですね。企業活動で大気が汚される、空気が汚される、それから川や海や湖の水が汚濁して汚れてってしまった。だから土壌にはその有害な土壌が土に混じると、そういうことですね。で、地盤沈下というのは地下水の組み上げですね。企業活動って非常に工業ってのは水を使うんですね。水がなかったら工業ってなるんですけど、水を組み上げられる地盤沈下って、ね、地下水がどんどん減るんです。そういうことで地盤沈下が発生します。だから騒音振動というのはこれ企業活動ですね。あの機械の音、ブルドーザーやそういうやつのいろんな機械の音、振動、騒音、とてもじゃないか今でもありますね、そういうの地域で。それから悪臭というのはこれ企業が使ういろんな物質、化学物質だと思うんですか、そういうものに空気が汚れてですね、悪臭を放つと、匂いがひどい匂いを僕らは座らない、そういうことです。こういう7つの公害がですね、企業によってもたらされて日本全国に蔓延していたと、こういうことです。それでその中でもですね、四大公害訴訟、先ほど冒頭で言いましたけど、これを日本では四大公害訴訟と言います。水俣病、新潟水俣病、痛い痛い病、よく書いてです。で、ここに皆さんこうやってきましたけど、これ当時のこれでそれぞれのこの公害について書かれた新聞記事が5万とあります。だけど私は分かりやすく、これはいずれもですね、他のあれもそうですけど、提訴されることが多いですね。いわゆる被害者によって損害賠償の裁判が起こされるわけですね。それが大体普通のコースです。損害賠償とか、あと謝罪とか、なんかいろいろ刑事責任を取れとか、いろいろあるんですけど、基本的には損害賠償ですね。自分たちは
あなた方の教会ではってこういう身体的な心身ともに精神も含め肉体も含めてその損害を受けたからそれに対して保証しなさいと謝りなさいとこういう話ですね。でいずれもこのあってそのこれは一心における一心と一つは西学の、の記事を持ってきました。これこう見てもこの裁判の判決の記事ですけど非常に大きな問題だったかとこのこと見ても分かると思うんですね。新聞今朝日本の新聞見てこういうことがなくなったんでこういう見出しの記事はないですよね。こんな激しいとか激烈なね。でこれは確か損害賠償で一審で大体蹴りがついたんですよね。全部勝ったんですよ、その訴訟はね、被害者のはね。だけどその痛い病だけは一審で勝ったんだけど企業の方が認められないと。で控訴して名古屋高裁まで行ってここで決着するんですよ。ここで名古屋高裁で患者が勝つんです。これがこの控訴審の一審のあれじゃありません。で僕もこういうのは事務記者やりながらこういうのがあるってことはこういうのを読んだり聞いたりして認識してたんですけど、今度改めてこういうものを国会図書館ってコピーしてきたんですけどね、もう一度理解するためにちゃんとコピーしてきたんです。で今日持ってきたのは一面のこのトップだけなんです。私この社会向けとか解説面のやつも全部取ってきたらこんなのあるんですけどね、そこは張り切れないんです。これだけ持ってます。だけどこういうのを目を通してね、やっぱりいかにすごい訴訟だったかなって、いかにねひどい小声だったかな、被害だったかなっていうのをね、こういたたまれなくなるようなこういう気持ちになったんですね。ここで読み返してみてね、こういうね、こんなひどいことがね、当然となんか行われたのかっていう戦後の我々はなんか猛烈とか言って浮かれてたよね。でなんかこう高度成長を謳歌してるんだけど、しかしその裏側にこういう人たちがいたんだっていうね、こういうものを僕はそれぞれ感じさせられて、やっぱりもうちょっと僕自身がこういうものにもっと目を向けるべきだって反省をせざるを得ない、そういう感じがします。それでですね、ちょっともう少し時間がまだあるのでちょっと言ってみましょう。このその訴訟で勝ったというようなことを年表のには全部拾ってありますから、もし興味があったら後でそれを見てください。全部でただそのこれだけ見てるとですね、その結果だけ書いた形になってるんです。その公害文がいつ頃問題になっていつ頃出てね、いつ頃その世の中でこう問題になってたっていうのはとてもこれだけでは表せないですね。だからなんとなくこれで見ると結果だけ書いてるからね、そのこの病気が病気でこの公害がいつ頃どういうような結果を取ったとかこれじゃたどれません。これはいやとても書けないんでご了解ください。ですけどそれぞれが長い長い歴史を持っていることが分かって、私こんな勉強してそういうことを学びました。例えば窒素の問題なんか1956年ですか、この書いたように初めて患者が、こういう病気だったのがあるんだってことが世の中に56年に出るんですけどね、女の子が水俣病の症状を病院内で発症して、それに対して水俣病と後で名前がつくわけですけど、非常に奇病がですね、判断することがここで公的に認められるんですね、1956年。
だけどこれはあのなんかとてもここから突然出てきたんじゃなくて非常にずいぶん前からですねあのそのまま出てきたことが少し勉強するとよく分かります。で、まあ、あの私が学んだところによるとですねこの、あの水俣にあるこの窒素、窒素というのはその大学で後になって解明したんで非常に窒素新窒素肥料会社っていうんですか、そういうのを窒素と解明するんですけど、あのずっと熊本のこの、 あの海岸でにあってあの肥料を作っていたんですね。あの戦前から日本でも最大の肥料工場だったんですが、その肥料をあの製造する過程であのいわゆる水銀が発生してくるんですね。あのとかそういう詳しい化学肥料をどうやってやっていくか、どういう分子の構造でどうだと、そういうどうなるか知りませんけど、とにかくその肥料、化学肥料を作ってたわけですね。あのずっと戦前から特に戦後まで、ね、で、あの戦中から戦後にかけてでしょ、化学肥料、それであのその作った排水をそのまま海に流していたわけですけども、その中に水銀が含まれていて、全然それは回収されていなかったんで、だからその水銀を魚が食べて、その水銀を飲んだ魚の人間が食べて、それで水俣病が発症したと。で、あの、一番のあれは、人間はどこやられたかというと、中枢神経をやられたんで、全身麻痺になったり、まあ、大変苦しい状況になっているわけですが、いわゆるその水俣病が発症するわけなんですね。で、特に私が強調したいのは、その、そういうのは、病気が明らかになっても、会社とか政府はなかなか認めなかったってことですね。窒素の排水が原因であることなかなか認めなく、随分時間がかかってるんですね。その間にどん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 もちろん患者が増えていったわけですけども、そういうなんとかね、奇妙がない成分の対応の広さというのもですね、ひときわその目立ったケースだと私は思うんですね。で、結局あの最終的には認定官公害に認定された人がおよそ2000人いるとされているんですね。で、こういう刑事裁判の結果になって、まあ、会社はそれを経済的に保障するということまでは事態は進んでいます。それで社長と工場長が刑事責任を問われて、この有罪になっているんですね。テストの場合はそれでただ問題があって、認定公害病ですよと政府が認定する非常に厳しい制約があるようで、2100何人と認定されているんですけど、でもうその人たち今の段階になるとどんどん死んでますよね。とてもとしないし、だけどそのまだ私はその水俣病だから認定してくれという認定患者がですね、その後ずっと大勢出てきたんですね。で、これいろいろ資料を読むと、それは一説には5万人と1000万人、7万人ってあるけど、資料によっていろいろよく分かりません、果たして、何人。で、それに対してはなかなか決着つかなくて、結局政治的解決と称してですね、そこに、
政治やらいろいろ介入して最後は政治決着になって、その未認定患者を救済する特別措置法ってやつがどうできてですね、いわゆる保証金じゃなくてこう一種の解決金みたいな一時金がですね支払われるようになったように書かれていますね。僕はその後どうなったかよく知りませんが、大変まだこの問題はですね尾を引いているようです。ですから終わってはいないということかと思います。それからこれ非常に読んでって心を打たれるのは、水俣の病の場合は一代でなくて胎児、その女性の赤ちゃんですよ、お腹の中の、それにつながってね、体内児の、もうお腹の中から水俣病になってる、そういう子供たちが誕生してるということですね。だからこれも非常にも悲劇だと思うんですね。はい、それから水俣病が非常に一番公害の原点とされてるんですが、その次のですね、これと絡んで、これも言っとかないといけないですね。ちょうどこれと同じ頃、この問題になっている頃、この新潟水俣病というのが問題なんですね。でこれ名前からのように症状が水俣と全く同じなんで新潟水俣病になるんですね。でこれは場所が違うだけで、新潟に信濃川と大きな川があります。もう一つ北側に阿賀野川ってあるんですよね。これが日本海に福島のから日本海に注いでる大きな川、その流域、我々下流に近い流域で発生した病気なんですね。で症状はほとんどです。中枢神経が腫れて麻痺、身体の麻痺、でその元はですね、この沿岸に昭和電工の工場があって、やはり化学肥料を作っていたんですね。まあ、化学肥料の元になるものらしいんですけども、それでそこでやっぱり水銀がその製造過程で流れて、その排水の中で、入り込んだ水銀が阿賀野川に流れて、それを魚が食べて、その魚を食べた住民が発症すると、そういうケースをたどっている。これも昭和電工の会社も認めたわけですね。やっぱり水銀が原因だったことをここでちゃんと歌って、おります。でこれはですね、大体患者は700名くらいだというふうに言われているんですね。まあ認定の患者だけど、もっと多いんじゃないかという説もあって、これも全貌はよく私はまだ分かりません。それからですね、この頃この年表を見てもらえば、で一斉にそのこういう問題が噴出してきて、その隣の富山県でですね、痛い病ってやつがこう明らかになるんですね。でこれはどういうあれかというと、今度は富山県に陣痛がっていうのがあるんですよね。岐阜県の方からこう水源があって富山湾に向かってこう北の方に流れてくる、その下流に近い方に患者が出るんですね。ほとんど農民が多いんですけど、その陣痛がに、その有毒金属が流れ込んで、カドミウムですね。それが稲に、田んぼに川の水を使いますから、稲に入って、それでカドミウムに汚染されたお米を食べると、そういう人たちが発症するわけですね。これはなんか骨をやられちゃうという、腎臓とか骨をやられちゃうという病気だそうで、もう触るだけで痛いという全身が痛むという広い根外病のようですね。でこれは
実はですね、あの企業はあの三井金属鉱山ですかの、あの、鉱山が岐阜県のこう一番外れの富山県の境に神岡というところがあるんですかね。そこにその鉱山があって、そこで明治時代からあの最初は銀だったらしいんですが、そのうちに銅になって、でその次に銅、あ、鉛をとか亜鉛を採取するようになっていくわけですね。その亜鉛の取り出す過程でカドミウムがあのそのまあ、まあ出てきて、それが環あの実がに流れ込んだ、こういうそういう経過のようです。それで、これもなかなかあの会社が原因を裏関係に認めなくて、まあ、あの水俣病院もそうだったんですけど、まあ、地元の医学関係というか医者がですね、長年にかかってこれを立証して、ついにあのカドミウムの勉強はその二石金属鉱山のその鉱山のカドミウムである亜鉛、亜鉛の生産というんですかね、亜鉛を作る過程で、出る有毒なそのカドミウムであることに結局決まるんですけども、非常にこれもあのカドミウム説が立証されるまで時間がかかって、その間に非常に患者が増えていったという結果をたどります。これは認定患者は200人と言われてますね。ですがあのいろいろ言われますと、もっとその患者数は多いのではないかという説があります。でこれについて私あの先ほど言いましたけど、あのなんか興味あったら皆さんぜひ読んでほしいんですが、この富山に在住しているジャーナリストなんですけどね、向井さんとはね、前あのテレビ会社で泊まってたあの一種のジャーナリストのもあるんですけど、彼があのこれを調べて書いたものですね。でこのカドミウムであることはそのもちろんなんですが、なんでカドミウムがあの出ていくかということから丹念に現地までよく忘れて調べてました。結局彼はその、明治以降、この鉱山は明治の初年からその鉱山の発掘をしてるんですけどね、結局その過程で亜鉛が出てきて、亜鉛はあのものが役に立たないとね、途中捨てていたらしいんですけども、途中でこれはあのメッキになってはならない物質だということで、亜鉛もあの鉛と一緒に出てくるんで、それをちゃんと捨てないで、製品化するようになってたようなんですね。でこれはあの武器のにはなってはならない兵器ですね、物質だそうです。あのカドミウムというのはね、亜鉛というのはね、亜鉛というのはで、あの武器のそのメッキとか、メッキに非常にも必ず必要な物質なんで、日本はですね、陸軍はもう陸軍を挙げてその生産をですね、この鉱山にやらせて、非常にその鉱山としては力を入れて採取してきた亜鉛だって言うんですね。でこれは日本はあの外国に提供として輸出していくようなことがここに書かれています。で彼の言いたいのは、あの何のことはない、明治以降の富国強兵殖産貧困の典型的なのがこの鉱山だったのではないかと。工業を盛んにし、戦争の準備をする富国強兵ですね、その象徴である鉱山から出てきたのが実は大量の元になるそのカドミウムであったと、そういうことをここに書いておるんですね。だからこの
単なる戦後のあの戦後のあの近代化現代化の中での普通の工業生産と違ったですね、それこそ日本のこの近代化のなんかね主役であったあのこの日清戦争、日露戦争を支えたのがこの上岡工団だったんで、それをそのまま、またその最後にが大会用になって順位を越し抜いたんだと、こういう構図でこの本を書いております。だからこれはなるほど、こういう見方を見せなきゃいけないのかなと、単なるこうその後名前と名前とか状態とのとか痛いとかそういうことはちょっと違ったですね、性質の公害だなという感じがしております。それからこのね、あれはもっとこう、これはもう文字通り近代的なんですけど、最後にこれを申し上げて、これも同じ頃やっぱりあの吹き上がってくる公害の人なんですが、これはもう最もある意味で新しい公害ですよね。で、宮城県の四日市と皆さん行ったことがあると思うんですが、あそこ通っただけで林立する煙突に仰天すると思いますね。非常に工業都市、あの一軒家のその60年代から70年代にかけて、さっき言った新産業都市ですよ、あれで発展した工業地帯ですよね。そこであの日本の優秀なその石油化学や石油会社や8社12社ですか、あの有名なもう日本のみんなあの代表的な企業があそこで、コンビナートを作って、あの石油生成をしたり、あの化学製品を生産するわけですね。で結局煙突からどんどんその煙が出るんですが、それに、窒素、いや硫黄酸化物が含まれていたんで、ここにその住民の喉と肺気管支、そういうものをこのなんか痛めてですね、喘息が患者がまあ頻発するわけですね。で四日市喘息っていう毎日の名称ができるほど喘息の患者が増えていったと。ここであのやっぱり集団訴訟になるんですが、この患者は大体2000人以上だというふうに言われていますね。だからこれはあの先ほど最初に言いましたように、新産業都市なんかで日本全国に工業地帯を作っていったと、でコンビナートをどんどんその作っていって、非常に企業活動が盛んになって、それに基づいて有害物質を排出するしたと、それが大気を汚染してこういうことになった。こっちはまあ海を汚染し、こっちは川の水を汚染してしたと、これもまあ川の水を汚染したと、こういう経路をたどっているわけですね。まあ、あのこういう各公害の攻撃結果をたどりました。だからいずれもまだ問題が完全に解決したわけじゃなくて、なんかいろいろ話題のほうに解決が迫っているという感じがいたします。それからもう時間がないでしょうから、もう一つ伺いします。私はこの4つだけを特に取り上げたんですけどね、実はもっと取り上げたいことがいっぱいあるんですよ。でその一部だけを皆さん簡単に申し上げておきます。皆さんそうなると思いますかもしれませんね。私が記者やってる頃70代で、皆さんが目を散り上げてなんかアクセク払いてた頃のことですね、70年代だと思うんですけど、よく午後になるとですね、東京杉並区あたりで女の子がですね、校庭でパタパタ倒れたんですよね。校庭で体操やったり、まあ、ヨガやったりすると、突然、まあ、いわゆる倒れるわけですね。結局そのことは当時社会問題になって、何でもってことだったんですね。結局それは高校がすごくってことで、
片付けられたとかそういうことになってたんですけども、あの当時あの東京都内は非常に交通が激しくなって、非常に自動車の数が増える、排気ガスですね、今排気ガスというんですが、当時排気ガスだけど排気ガスがもう充満する都内にですねなっていったんですね。それから工場もいろんなあの有害のガスが出てくると、それで結局その窒素酸化物がですねこう粒子になって出てきて、それがこう赤外線となんか反応、化学反応を起こしてそのオキシダントという物質を発生すると、そういう説明ですね、このものを読みますと。でこれがあの喉とか目を痛めるんだと、こういうことでした。ですからあのもうあの当時、晴れた日それから暑い日はあの校庭に出るなと、グラウンドに出るなっていうのは、そういうお風呂が出たほどですね効果がすごくというのはあの大変でしたね。これはあの石原慎太郎などが非常にこういうことから、都内の排気ガス の, あの追放に随分努力した、それはいいことだったと思うんですね。石原慎太郎をやった中ではいいことなんじゃないでしょうかね。でかなりあの都内ではこういう現象はもうなくなってきています。それからこれも忘れられないですね、森永ヒ素ミルク事件がありました。これはあの1955年の後半頃からですね、特に九州とか四国とかあの西日本一帯にあの発生した奇病なんですけども、あの乳幼児でしたね、患者は赤ちゃんです。であの数ではその1万2000人くらいなったと言われて、そのうち130人が死んだというように言われています。でこれはですね、森永乳業の徳島工場で作っていた粉ミルクにどういう過程かヒ素が混入してですね、であのこうしたあの事態を引き起こしたんじゃないかと思う。ヒ素っていうのは怖いですよね、これ毒素が非常に強くて、これやったら死んじゃいますからね、ヒ素ってはね、あの非常に猛毒です。こういう事件があって、これは大事件になりましたね。でこの事件をであの有名になったというか、これに救済に全力をかけて、有名になった弁護士さんもいましたね。あの日弁連の会長をやった方なんで、もう亡くなりましたけど、あの僕も一度会ったことがあります。素晴らしいあの方でした。まあ、この人いなければこの事件は解決しなかったんじゃないかというくらい貢献になった方ですね。そういう方もいたということです。それから2番目に、あ3番目にですね、カレニウム症事件です。これもあの当時下記者やっててひどいことが世の中であるんだなと思ったことの一つですね。それはあの食用油をね、食用油ですから油ですよね、テフロンみたいにある油ですよね。でこれをやってこれであの料理をしたあの主婦やなんかのこう顔がですね、紫にこう朝になって腫れちゃうんですよね。あの顔面にこう紫の色素が沈着して、それはとても見れた顔じゃないですね。普通の顔がこの紫色のあざができちゃうわけですから、これは非常に大変あのひどい症状のあの非常にあの非常に怖いだったと思うんですね。そればかりじゃなくて、その手足がしびれたり頭ができたり あってですね、非常にこの患者が苦しんだんですね。治りにくかった。で結局これはあの有機塩素剤の PCGB がこれに混入したってことが分かってきて、これはあの金見倉庫というのが製造会社だったんですが、そこが相手にですね訴訟が起きて、結局これも訴訟が勝利してますね。患者は1万2000人くらいいたんじゃないかというふうに言われています。これはまあ本当に家庭で毎日使う食用油で公害になっちゃうなんていうのは実にひどい事件ですよね。いかに当時に企業活動によるこういう不祥事がねあって、それが実態ひどかったということはこの一つ見ても理解されると思います。それからこれも忘れられないですね。宮崎県に
徳郎鉱山というのがあったんですね。あの土というふうにこの炉、口を書いてこうなんか炉、ひさし、徳郎、これはあのやっぱ鉱山あったんですけど、ここでもあのヒ素を生産していたんですね。ヒ素ですね、さっき言った。なんで生産されたか、これ毒ガスを作るためですよ。だから戦前からヒ素を作った。それで日本は、日本陸は毒ガスを 使いましたから。それで、あの大野口島で作ってたんですよね、あの瀬戸内海。皆さんご存知だと思う。毒ガス島ですよね。そこへここから運んでたってですね、原料として。でそこで、あの、もう基礎の制度はやめていたんですけども、やっぱその残骸が残っていて、それのによってこの周りの住民が被害を受けるようになるんですね。肺がんになる人からこれ鼻中隔欠損っていうんですかね、鼻のこの間がなくなってできないもんね。この鼻っていうのは2つ穴があったか分からない、壁があるでしょ、それができない、できなくなるでしょ。そうなので、症状が出まして、これもあの障害になりましたので、195人が認定されて、これたちを中心に訴訟が行われていて、これもあの勝訴になっているはずです。それからあのもう一つ、私は身近にあった公害の記憶がありますね。それは社会部にいたときに、私はあのそちら持ってなかったんで、あんまりそれに駆り出されることがあったんだけど、あの東京都庁なんか担当してた記者は当時たたふた騒いで呼ばれてましたね。六角ロムの問題ってことなんですね。で六角ロムという非常にこの毒性の強いあの金属だそうですが、まあメッキに使われてる素材らしいんですが、あのちょうど1973年頃ですね、大体こういろいろっていうのは1970年に入ってるんですけど、東京都で大問題になって大騒ぎになったんですよね。あの都営地下鉄 の大島とかですね、あの団地が今たくさんできてます。あそこら辺りにもう下町ですよね、あの川向こう、まあ、言っちゃわれてる川向こうなんですけど、あそこにあの都営地下鉄 の車両検査場のこの作ろうっていう用地があったらしいんですね。まだできてないけど、それは将来車両検査場みたいなのを作ろうってことで、そこの用地からですね、六角ロムが出てきたんですね。でここでそれで大騒ぎになったんです。埋められてたってわけで、で当時そこは化学工場の跡地だったんで、おそらく化学工場が化学を作っていて、その六角ロムの残骸を埋め立てに使ったんじゃないかというのが当時の説でした。でこの六角ロムというのは非常に毒性があるんですけど、まあ、メッキによく聞くらしい使うので、なんかこのそれをあの地盤強化でこう埋めておくと地盤が硬くなるという素材があって、それでいいんじゃないかということで、地盤を硬くなるためにこれを使うというようなことが、埋めるのに使うというようなことが当時行われていたっていうんですね。だからそこに埋めたのが結局何かの調子に出てきて、六角ロムの被害が大騒ぎになったと、そういうことだと思います。はい、それからこれもありましたね。これはあとね、今日言ったの大きく言えば公害になると思うんですけど、薬害ですね。で薬害っていうのはこの私たち日常たくさんの飲んでますけども、当時もいろんな薬が飲まれてました。その中で大きく言って2つの薬害が起きるんですね。これも大騒ぎです。僕も非常によく覚えてます。サリドマリド氏ですね。でこれは西ドイツ製の睡眠薬だったんですけども、日本の、まあ、製薬会社が、まあ、それを売ってたわけですね。これは女性が妊娠時に飲むとですね、その胎児にその奇形をもたらす、こういう薬だったんですね。睡眠薬ですから皆さんよく飲んでたんじゃないですかね。で結局これは非常に大勢 の被害者が出て、これも訴訟になりました。なんか患者は1000人くらいと言われているんですが、300人以上が認定患者になって、まあ、その結局裁判を起こすんですけど、これもサリドマリド
患者側が訴訟しています。それからもう一つは質問訴訟というのはですね、これはキノホルムという名前の胃腸薬だったんですが、これは1950年代から被害が出ています。でこれはやっぱり毒性があって、下半身が麻痺するそういう症状が主だったと思います。これも患者が6500人もいて、その人たちを中心に、訴訟が起こりますが、最後は和解をしたというように伝えられております。はい、それからもう一つ言っておきたい、合成洗剤の使用も当時話題になりましてね、石鹸です。で合成洗剤ですね、化学薬品で化学用品で作った石鹸だったり、今よく落ちるというんで日本の州がこれみんな使いますというようになりました。で粉石鹸、いわゆる昔石鹸はもうほとんどリムクの残念になっていったんですが、残念ながらも合成洗剤が皮とか湖の水を汚染するってことで大問題になり、特に琵琶湖の汚染が社会問題になりました。でこれでも大勢の主婦が立ち上がって、非常にこの合成洗剤洗剤の運動を始めたことを覚えています。まあ、私もちょっとこのことについては琵琶湖まで取材に行ったことがあるんですけど、大変当時としては話題になっていました。で合成洗剤をやめて粉石鹸を使用しましょうと運動は政教なんかを中心に盛り上がったんですけども、どうも今になってみるとあまりみんな石鹸使わなくてまた合成洗剤に戻ってたような気がしてしょうがないんですけどね。私のうちもそうですから合成洗剤というような結果に、なりました。はい、いよいよもう収めなくちゃいけません。そんなことで非常に公害はひどい状況になってました。それでもう少しこれやっぱり自分の経験から言わないと具体性がないんでもう少し言わせてください。こういうことがあったんですね。私の距離は諏訪湖っていうところなんですけど、諏訪なんですけど、諏訪っていうのは非常に綺麗な水で、知られてた湖なんですね。諏訪湖から流れた水が天竜川に流れてるわけですから、で僕ら諏訪湖で泳いだり諏訪湖で できた氷を食ったりしてたんですけど、社会部の現役の頃夏休みで諏訪へ帰るとですね、ちょうど70年代の頃ですね、80年代かけて諏訪湖はね、諏訪湖は普通水ですから青いんですよね、遠くから見ると。それと諏訪湖が見えてくるとね、富士見公園から列車で向こうに緑の草原が見えてるんですよね。感じとして緑の草原です。こんなところに緑の草原があるんじゃないと見るとそれが諏訪湖だったんですね。なぜかというと諏訪湖はもう水色で青色でなくなってて、諏訪湖はねグリーンだったんですね。青子ってやつができて米を詰めたんです。でこれ青子っていうのは副栄養価っていってですね、結局生活用水がこれどんどんみんな生活が高度化しとか贅沢になっていろんなものを使って生活用水が汚れてあれが諏訪湖で全部流れ込む。その工場が特に私の郷里の岡谷とかは工業都市でしてね、さっきその指定されたっていうことになって生糸、昔は生糸だったんですが戦後精密工場に多くなってたんですね。東洋のスイスって言われたんですよ。私の興味は昔はシルク岡谷って世界のビートを作ったシルク岡谷、その時に東洋のスイスですよね。でね、非常にメッキなんかあってメッキをあってその排水が諏訪湖に流れ込んでたんですよ。結局諏訪湖に汚水汚濁しちゃったこういうことなんです。それで結局このようなやつ諏訪湖の水がもう非常に汚れちゃったというそういう思い出があります。このような人公害ですね。それから
もう一つ申し上げておきたいのはですね、私、東京の社会部来るまでは来たのちょうどね、何を隠そう、このオリンピックの年なんですよ。オリンピックの年だったら1964年ですよね。64年の私、2月に静岡から東京本社に転勤になったの。それまで2年くらい静岡支局で仕事をしてたんですけど、でその時によく県内の取材で東海道線、当時新幹線ないから東海道線ですよ、それを使っていたんだから東京帰る時も使ったわけですね。で非常に当時覚えていることは、こっちからは熱海から行くと時、静岡から飛びるときにね、昔は吉原っていうところがあったんです。今富士って言いますかね、吉原っていう時期があって、今は富士という停留所になっているところで、その周辺を通るときにですね、非常に空が色が変わっちゃうんですね。あそこね、製紙工場だったんですね。紙ですよ、新聞社の大きな新聞なんですけど、製紙工場ですから、もう中心が林立したんです。それで海の方から見るとですね、煙突が林立して、そこからものすごい色の煙が出てて、空が動ってたり、で、いや、これはすごいなと思って、僕はそういうのが、ね、工業が発達してるんでいいことだと思ったんですね。こんなにまで煙突が出てるから、日本の工業が発展してるんだ。まあ、バカでしたね、その時にね。それは、だからそこから有害なそのガスが出て、空が汚れたんですね。でそればかりでなくて、その製紙工場が紙を作った排水をですね、そのままで海に流していたんですよね。ずっとその製紙工場、その海は何ていうところですか、田子の浦だったんですね。田子の浦っていうのは万葉集に歌われてるでしょ。田子の浦いう、打ち出てみれば白鯛の富士の高嶺に雪が降りきる。なんとか赤人ですね、ラーメンの赤人です。そのくらい美しい田子の浦だった、日本を代表する。それがね、もう泥まみれになってヘドロの海になっちゃったんですね。それで私はそういうことを知りながらもそれで来ちゃったんですけど、結局僕がいる頃から住民度が下がんなってですね、公害反対運動でヘドロを漁民なんかちょっとヘドロをなんとかしろって住民度が行われてたんですよね。私はそれをね、知っていながらね、取材しなかったんだよね。僕は反省してますよ。いいことだと思ったから、工業はね。でちょうどその時にね、東海道線とその東名高速道路を一緒に作ってたんですよ。僕もそれもいいことだと思ってね、そういうことをライセンスの記事書いてたんですよね。だけどまあ、考えてみるまで罪は深いなと思うくらいで、それだけどそのくらいもう公演が始まってたってことなんですね。そういうことを僕もちろん、はい、わかりました。それでもまとめしなきゃいけないですね。公害運動の主催主役はですね、まあ、被害者ですね。で、公害反公害運動のね、で漁民やその関連やその支援者や住民だったと思いますから。でここで強調したいのは、こう当然なんですけどね、じゃあ労働組合どこ行ったかというと、労働組合はね、これは言いたくないんですけどね、加害者側にいたんですよね。わかりますか。化学工場なんて豪華労働でしょ。だけど言っちゃ悪いけど、積極的なこの公害反対運動の側に立ってやらなかった、やらなかったって言ってたらやったけどね。だけど住民側にとってはあんたたち敵の側にいるでしょと、なんでそっち側から相手たちを応援してくれないんだって、絶えずそういう 不満とか苦情があったですね。だから積極的にはやらなかったって言ったらいいでしょうかね。身内だもん、公害を出してる、そこに自分を一員として加担してるわけですよね、してたんですよね。だけど加担したってそういう意識もなかったんじゃないですかね、大分のね、孤独面の人たちはね。これ見てると僕は最近思うんですよ、原発と同じですね。福島でああいうことやって原発もやめようってことで国民の対話はそうなってるでしょ。だけど電力会社の労働組合は原発もっとやれって言ってますね、今ね。やめるのは反対だと。
もっと再稼働しろって言ってるんじゃないですか。企業と一体ですよね。そのために選挙があっても野党は一つになれない。立憲民主党は一応まあ原発やめるというところまで言い出したんだ、原発ゼロってね、いいことだけど、国民民主党っていうのは原発賛成だから一緒になれないんですよね。今両方で今選挙も一緒にできないと、そのことがあるからですよ。でしかもなんとその電力労働を抱えている連合っていうのはですね、原発は反対って言えないんですよね。だから原発反対の今デモや集会やっても来ないじゃないですか。連合の人たちは労働組合は来ないですよ。いや反対の労働組合はちょっといるけど来ますけど、肝心の連合の大きな労働組合はどこも来ません。原発基本的には賛成だから、こういうのが今これに続いていることを申し上げたいですね。加害者の方に行かせてもっとそういう意識もないってことね、問題じゃないですか。はい、だけど労働組合は公表したけど、公害ではなんとかな出る幕はなかったっていうか、出る幕は出ようともしなかったって、こういうことですね。はいはい、そういうことで本当にいよいよもうあれです。あの京都をまとめをしましょう。あのこういうことだと思いますね。このまああの公害のことなんですけども、やっぱり高度成長が始まった1960年から企業活動が盛んになって高度成長が始まって、その結果として公害というものがあの生じたんじゃなくて、考えればもうあの日本の企業活動が始まった明治時代からですね、その兆しはあって、それでそれがずっとあの引き継いできて、それで戦後の1960年で高度成長という一つの大きな大きな節目を、大きな街道を越えたときにですね、それが顕在化し、さらにそれがこう、なんていうか、もっとこう、拡大し、深刻化していった、こういうように捉えていいんじゃないでしょうか。だから、あの、概して言えることはし、常に公害に対しては消極的、企業は常に消極的でした。この救済についてはね。やっぱりそうでしょう。企業というのは利潤優先ですから。で、できればそれを隠蔽したり、隠したりね、いうそういう人間の態度で来たんじゃないかと思うんですね。だけどそれを、あの、で、あの、行政とか政府は、やっぱりあの企業の立場も勘案するから、概してこの後手後手というか、あの、自ら進んでやるよりは、あの、体制に押されて、運動に押されて、対策をね、立ってきたんじゃないかと、そういう感じがしてなりません。逆に言うと、こういう公害が、で今もある程度こう落ち着いてるんですけど、やっぱり社会運動、こういうものをあの良しとしない、繰り返しちゃいけない、そういう社会的な運動があったから、一定の、あの、その成果があって、こういう能力を生み出してるんじゃないか。そういう気がしてなりません。で、成果といえばですね、法制的には公害費用ができたことですね。こう、我々把握できた。こうあれに、あの、年表出てますから見てくださいね。1970何年にできてますよね。で、あの、ここで、あの、企業と行政とか国家の責務というか責任というものを非常にきちんとあの、規定しています。やっぱり公害費用というのは誰が悪くて、で誰が直しなきゃいけないということが明確に書いて、あります。で被害が出た場合のこうあの負担をどこがすべきかということですね。それはあの企業だということが明確に、されています。そういう意味でこういうものを生み出したのはですね、やっぱり運動があってからではないかというふうに私は考えています。だからさらに変化がとてしかしね、こういうものができたらいろいろ抜け穴があってですね、公害企業に抜けがあったんですよ。あのなんかね、こういうのが1項目入ってたんですね。
なんかね、非常にあの、いつもこう法律事務所そういうものありますね。ね、企業とね、なんか調和を図らないといけないですね。公共の人の、なんか非常にさりげなくそういうものが言ってるんですが、ちょっと待ってくださいね。まあ、そう、死ぬ向けの、あの、その、途中で、あの、反対があって削除されるんですけどもね。まあ、それは、あの、また、この、わかりました、ここで。ということで、あの、運動があったから、だいぶ今、あの、公害はなくなりましたけど、あの、水もきれいになり、あの、空気もきれいになり、最近あまり公害ってことは言葉も流行りません。だけどここまで来たのは運動があったからだというようなことで話を進めたいと思います。どうもありがとうございました。はい、今日どうもありがとうございました。あの8回連続講座の、3回目を終わります。で、あの次回はですね、8月23日にあ、もうちょっと予定の時間を15分過ぎてるので、はい、もうすいません、一応4時半までということでご案内しているので、あの一旦閉めます。で、お時間ある方は残っていただいてということで、で次回ですね、8月23日と、それからあの次の9月13日と、これ2回連続なんですね。あの1970年前後の運動というのはちょっと1回じゃ説明しきれないということで、まあ、ベトナムの反戦とか成田とかいろんな問題が並行して起こっているので、あのこれは2回連続でということなので、こちらの方もぜひ、ご参加 していただきたいと思います。じゃ あ, あの一応あの講演会の方はこれで終わりにしたいと思います。で、岩田さん多分あの5時ぐらいまでは大丈夫だと思いますので、また質問とかあればお願いします。今日どうもありがとうございました。